今日はパウダー。昨日のナイターとはまるで打って変わって、めちゃめちゃパウダーです、岩っ腹。いやー、我慢した甲斐があった。降りましたねー。もう雪質が違いますよ。小鳥さん、パウダーだらけ。やばい。嬉しい。いいですね。やっぱパウダーだね、小鳥。やっほー。降りましたなぁ、一晩で。多分、山頂だったら多分30センチコースじゃないですかね。今、下のコースでも20センチは積もったんじゃないかと思います。昨日のナイターこんなに人いなかったのにね。雪が降ると本当に嬉しい。さあ、おいさん、恵みのパウダーですよ。パウダーナイター。俺たちは、スーパースキーヤーだ。よーし、父ちゃんはもうやる気満々だ。ヤッホー。どうですか？ガタリー。かわいいな。リーサイ TV。イエーイエー。行くぞ。ヤッホー。やったー。ウォホんでる。その雪はないにせよ、いろんなその分他のねトラブルハプニングも含めて腰大丈夫ですか？腰、腰が腰が一番の問題だよ、ここの生活。大ちゃんはあの夏にね、パノラミックの部屋に泊まらせてくれたこの人です。そうですね、あの部屋の人です。そして私、パノラミックに住む気満々だったのに。そうですよ、あの部屋を先に取られて。ちょっとね高いだけなんだけど、やっぱね、生活は確かに多少不便なところはあるので、あの家族で住むんだったらやはりあの下の方のマンション群がね、一番ベストだなっていうことはね、住んでみて知ってみた。なるほど、もうあとはね雪さえ降ってくれればさ完璧。やっとね、やっと今日からスタートですよ。やっとだよ。OK、 レディーこと、よし行こう。あ、行くぞ、レッツゴー。一回立ってみよう、一回立ってみよう。ここはね重いから。酔っちまったな。さあ、レッツゴー。
違います。平日ナイターパウダーたまらんなこれ。よいしょ、いけ。ヨッホー、こんなもん。止まんなかった。やったじゃん。あ、やばいカメラ。そうだ、ラクダクだ。いいね。Dude, that father is 10 and permed!